国民ラジオ VE301W1938 年8月5日大ドイツ放送店で国民ラジオを視察するヨーゼフ・ゲッベルス。国民ラジオはナチスドイツにおいて一般国民に対するプロパガンダの手段として大量生産され低価格で販売された一連のラジオ受信機の総称。ラジオが持つ強大な宣伝力に着目していたナチスドイツの国民啓蒙。 宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッペルスは、1933年に、ナチスが、政権に就くと、直ちに帝国放送協会を国営化し、その管轄を、内務省から国民警簿、宣伝省に移して、一般国民向けのプロパガンダ放送を開始した。しかし、こうしたナチスのプロパガンダ政策にとって、大きな課題となったのがドイツにおけるラジオ受信機の、普及の遅れだった。 当時、ラジオ受信機は非常に高価であり、ドイツの一庶民が簡単に購入できる製品ではなかったのである。ラジオ受信機の迅速な普及が持つ意味の重要性を感じたゲッペルスは、電気工学者、オットーグリーシンクに低コストで大量生産が可能な受信機の設計、開発を要請するとともに、シーメンス、アイグ、テレフンケンをはじめとする国内電気メーカーに対し、 国民ラジオを他に優先して生産するよう指示した。こうした経緯を経て開発された最初の国民ラジオ V-301 型は1933年8月18日にベルリン国際無線展示会で紹介された。キャビネットの素材にベークライトを使用し内部構造を簡略化することなどによりコストの圧縮に成功した v 三百一型は十六。 ライヒスマルクという比較的手ごろな価格で入手可能なモデルだった。しかし依然としてドイツの平均世帯には高価であったため多くの企業が分割払いとして頭金 7.25RM、月額 4.40RM の18ヶ月払いで購入可能にした。後にはより廉価なな 35RM のモデル DX38 型も生産された。 国民ラジオ計画の進展とともに、ドイツでのラジオ受信機の普及は急速に進み、1939年にはラジオ受信機を所有する世帯が全体の70%を占めるまでに至った。この普及率は当時において世界一だった。1933年から1939年までの間に製造された国民ラジオの累計台数は700万台を超えている。 ゲッペルスは、ラジオ放送は最も近代的で、最も重要な大衆喚起の手段であると考えており、低価格でラジオを流通させたのは、その基とによるものだった。すべての国民ラジオは、ローカル局だけしか受信できないように意図的に設計されていた。つまり、ナチスのプロパガンダ放送は、聴取できる一方で、例えば、英国放送協会の国際放送、 BBC ワールドサービスのような他のメディアは聴取できないように設計されていたのである。国民ラジオでは最後まで短波放送の周波数帯を受信できなかった。また当時他のメーカーの受信機ではチューニングスケール上に欧州の主要な放送局のダイヤル位置が記されていたにもかかわらず国民ラジオは最後までそれに追随しなかった。大抵の場合、 国民ラジオのチューニングスケールには、ドイツの放送局のダイヤル一致だけしか記されておらず、低価格帯のモデルには、もともと、チューニングスケール自体が欠落していた。ナチスドイツでは、外国放送の聴取は犯罪であったが、占領された地域のいくつかでは非ドイツ人の市民が、ラジオを聴くことさえ、非合法だった。後にこの禁令は大部分の非占領国に拡大し、 大量のラジオ受信機が没収された。対戦後期には、その罰則の範囲は死刑にまで及んだにもかかわらず、ナチスが占領した国の多くでラジオは秘密裏に、聞かれていた。近接した国、または地域間に対立がある場合の電波戦略として、後には定番となったジャミングも試みたが、その成功は限定されたものでしかなかった。プロパガンダの道具としての国民ラジオの効力に、 関しては多くのことが語られてきた。最も有名なのは、ナチスドイツの軍需大臣、アルベルト・シュペアが、ニュルンベルク裁判の最終陳述で語った次の言葉である。ヒトラー演説が行われた、放送の聴取は国民に義務付けられ、どこで、どのようにラジオを聴いたかの報告が求められたが、一方で亡命ドイツ社会民主党のドイツ通信によれば、 多くの人々が繰り返される演説に飽き飽きしており、ほとんど放送を聞かなかった。このこともあって1934年以降は、ヒトラーの演説放送回数は半減している。選曲が不利になると、ヒトラーの演説に対する意欲も、減退、回数も減り、1943年2月以降は、聴衆のいないラジオ演説が主体となっている。国民ラジオは、 ヒトラーの演説の叫びを送り届けたが、一方の連合国側でもラジオを使ったトップ時期時期のメッセージ伝達が行われていた。フランクリン・ルーズベルトの露偏談話は叫びではなく話しかけを国民に送り届けた。聞く者が音量を調節できるというメディアの性質を考えると生演説では効果的な叫びがラジオでは必須ではないのである。ありがとうございます。